高枝横穴母群は大阪府柏原市にある横穴母群。国の史跡に指定されている。総数200基以上の横穴墓があり、その多くに古墳時代の宣告がお伴うことで有名である。史跡公園、史跡高枝横穴公園として整備されている。生駒山地裁南端に位置する柏原市高枝付近の丘陵の崖を掘削して、 横穴式石室に似た構造に作られた墓室が200基以上も構築されており横穴墓群の規模としても最大級のものである。大正6年に発見されており、その当時から戦国画の存在が報告されている。その戦国画の内容は人物、船、鳥、馬、魚、樹木、花、渦巻き文、太陽、家屋などであり、人物の服装。 戦隊のゴンドラ風の形から古墳時代に掘り描かれたものであるのは明らかである。六世紀前半から構築が始まり、7世紀まで構築が続いたようである。当時の風俗、宗教思想を知る上で貴重な資料となっている。この横穴母群は丘陵の自然地形に従って、一見雑然と屈作されているようにも見える。しかし、 平面図を詳細に観察すると2から4機を単位として将軍を構成していることが伺える。未確認のものも含めて、おおよそ10から15の将軍で一大軍を構成しているようである。この現象を7世紀における士族構成の姿に当てはめてみると、大軍はちょうど士族集団の現れであり、将軍は集団を構成している世帯であろうと推測される。 さらに将軍の単位である2から4期は世代ごとに掘られたようである。これらの軍構成は近隣にある平尾山古墳群などの群衆墳で見られるものである。ありがとうございます。